登場 SS 講習が開催決定しました。詳細は LINE アットに登録よろしくお願いします。10月から2年生の新カリキュラムも始動します。ホームページからお問い合わせお願いします。かなり効果的な演習の時期を過ごすことができるんじゃないかなと思うので、ぜひ、はい、作ってない人もね実践してみてほしいなと思います、はい、そうですね。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの中入です。今井です。こんにちは。はい、受験の質問です。はい。間違いノートは作るべきですか？作るべきなら参考書の例題も間違いノートに書くべきですか？それとも、参考書の復習の時に一緒に復習すればいいですか？教えてください、という質問ですね。おそらくまあなんか問題やって間違えたところをピックアップして作るっていうことだとは思うんですけど、うん、まあじゃあちょっと数学に関してまあ理系なんで言わせてもらうと、これは数学に関しては作るべきです。なぜかというと、そのまあ全ての科目においてそうなんだけど、特に理系科目、まあ、数学とか理科みたいな理系科目は分かるっていうところとできるっていうところの差がかなり壁があるので、うん、解説を聞いてああなるほどそういうことかって分かったとしても、じゃあ直後にやってみてって言われて、あれ分かってたのになっていう風になることってほんまに結構あるんですよ。だから実際にその自分が解けなかった問題を解き直すという意味で、まあ、間違いノートとはちょっと違うかもしれないけど、自分がちゃんと手を動かして演習をするという意味では理系に関しては絶対作るべきです。それはその参考書の隅にこの間違えたところだけチェックしておいて後でこう気をつければいいやとかでは、こう計算ミスが減らなくなるというか、もしくはそもそも回答の方針立てるところが思いつかなかったりとかっていうのはもうザラにあるんで、特に理系科目は間違いノートというかね、その復習するためのノートを別で用意して自分で手を動かす勉強っていうのを大切にするようにしてください、うん、はい。じゃあ文系いきましょうか、はい、社会は間違いノートは作るべきではないです、はい。っていうのも暗記科目やから、どこまで行っても結局はその自分が使ってる暗記系の参考書なり何らかの予備校のテキストとかにどんどん自分の知らない情報が出てきたら一元化、まあ、つまりは一つにまとめていってほしいので分散させるべきではない。間違いないし、だから間違いノートを作るべきか否かは作るべきではないというふうな回答になって、でじゃあ英語現代文古文とか、まあ、漢文とかもそうだけど、まあ、じゃあそのあたりどないすんねんという話で、これ実際、まあ、同じノートかちょっとどうかは分からへんねんけど、俺コンサルでこれ書いてもらってるのね、うんうん、生徒たちに、うん、まあ、どんな内容を書いてもらってるかって、例えば英語を具体例に出すと過去問やったり、はい、問題集やった後の分析っていうやつで、はい、まあ、一個一個まず精読のチェック、一文一文訳してみて、一文訳して全訳照らし合わせて、訳せてなかったらそこの部分に傾向文引っ張ってっていう風にして、その子の苦手な箇所、自分の苦手な箇所がどん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 溜まってくるデータとしてってなった時に、じゃあ ToDo 見た時に、あこういう風な処理をしようっていう風になることができるし、まず自分が精読一文一文を結局訳していくために何ができてて何ができてないのかをチェックするための精読チェック、これは英語と古文に関してはやってほしい。で現代文に関してはそのあたりは少ないかな、はいはい、まあ、強いて言うならその精読と似たような感じで知らない語句やったり言葉みたいなものが出てきた時にどん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 インプットしていってほしいかなっていう復習が1点、それをノートにまとめていくということが1点、まあ、ノートというか、まあ、自分が実際にやったプリントとか参考書に書いてくれたらいいんだけど、でもう1個間違いノートっていうのを、まあ、その作る上でもう1つやってもらってるのが、まあ、問題の解き方の分析かな、はいはい、一応3段階に分けてやってもらってて、まず見直しの初手というか、はい、見直しの初歩は自分がどういう風に解いたのかを考えることなんよ、うんうん、自分の解いた時のミスをまず思い出す、まず自分がどういうミスを犯してたのかっていうのに気づく練習をする、はい、でそれができたら次はじゃあその問題を解くためにどうすべきやったのかをできるだけ参考書の解説見ず自分の解き方のプロセスを考えてほしい。間違いないですね、それは。その結局自分が、あこれができてないからこうやなとかっていうのももちろん大事なんやけど、その結局はその問題どうアプローチしていけばいいねんが一番みんな気になるところやんか、うん、でそこを参考書の答えに頼ってしまうと答え3、なんで3なんかなって考えるんですみんな。それは答えが分かってる前提やから目の付けどころが変わってしまう。でも一回自分が間違ったプロセスをやってることを自覚した後にもう一回じゃあ落ち着いて見直してみて、あこここういう風な論理展開でここ因果関係になってるからこうちゃんみたいに思いついて、あじゃあこれ答えこっちやんってなって答え見た時に、おお合ってるやん
ってなったら次からあ空欄補充の時とか解きにくいなって感じたら因果関係意識しようってなると思うんですよね。だからその必ず自分がどういうミスを犯したのかっていう分析をした後にじゃあ本来その問題を解く時はどうするべきやったんか、でもう一個最後に今もうちょっと言うてしまったけど2個目のところで次自分が初見の問題解く時にどういうアクションを取るべきやったのか、ちゃんとまとめると自分のミスの仕方、思考のプロセスをまずおさらいする、正しい思考のプロセスを学んだ後に同じ失敗繰り返さない、初見の問題でもしっかり結果が出るために抽象的に最後に落とし込んでいく、はい、っていう分析をノートにまとめる。ちょっと長くなっちゃったけど全然作った方がいい、自分が何ができてて何ができてないか分かるから、でまとめるだけで絶対満足するのに週末前1週間やった分のやつを週末2日かけてちょっと復習してみて、あこういうのができてないなこういうのができてないなとか、過去問やる前に1個前にやった過去問の復習してみて、あこういう意識でこういう順番でこういう時間配分でやっていかなあかんなとかっていうのももう一回意識し直した状態で問題演習してくれればかなり効果的な演習の時期を過ごすことができるんじゃないかなと思うので、ぜひ、はい、作ってない人もね実践してみてほしいなと思います。そうですね、はい、じゃあそれではこの動画を公開したいと思います、はい、動画がいいなと思ったらいいね、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。